やっぱこの年になってくると言いたいことをね、文字数とか関係なく言いたくなっちゃいますよね。おすぎです。ピーコです。ピーコです。おすぎです。ピーコです。レッツ、全部じまえとです。あ、目玉になっちゃえ。まだ始まってないです。あー、松尾おじさんからお茶マック100、100、100。ボンボンボンのボン。いや、ボン、ボンね。ボンか。嬉しいね。嬉しいね。嬉しいね。どうも、西田敏行です。野球するならこういう具合にしやさんせはいそうあセーフあよよいのよいみたいな感じのイントロに今聞こえましたね。皆さんはどうでした？聞こえませんでした？やらら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 のところが野球するならみたいな擬音とかで流行んないかな僕は主人が。ああ省略して豆まもさんからお茶爆100いただきました。残中厚中お見舞い、厚中のお見舞いいただきました。ありがとうございます。厚中お見舞いいただきました。ありがとうございます。僕は野球言語区、僕は野球言語区ガビーっつって野球するならこういう具合にしやさんせ野球するならこういう具合にしやさんせアウト、セーフ、ヨヨイのパーなんで全員揃ってグーなの。フライングパパさん、私は明日誕生日です。おー、明日誕生日フライングおめでとうのコーナーペン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 ハッピーバースデーパーパーハッピーバースデーパーパーハッピーバースデーディアパーパーハッピーバースデーパーパーくれないだーでで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 渡辺フラウタのアソピーパーラジオ好きのラジオ好きによるラジオ好きキャス石田さんが考えた企画で遊んだり気になるあのラジオ番組の企画を徹底的にパクったり番組への参加方法はツイッターでハッシュタグムサピーパーをつけてツイートするだけで OK リスナーさん企画でアソピーパー。さあこちらのコーナーではリスナーさんが考えた企画でみんなで遊んでみようというリスナーさんにおんぶに抱っこなコーナーでございます。今回のお題はこちら、ぽいぽい。今回のお題はアイドルの自己紹介っぽい自己紹介、ラジオネームレッツ旋風島一さんからいただきました。はーい、自己紹介させてください。私は渡辺フラワーのムサです。イエイ。トレードマークは頭の髪型、明るく毎日ゲーム実況1日1回転びます。え、自己アピールですか？私ベースだけは得意ですよ。え、自分のことムスさんって呼んでくださいね。以上、アイドルマスターより団結の安波見遥の自己紹介歌詞をもじってみました。多分最初の渡辺フラワーのムサをムサ秀和にすると語呂がいいです。リズムに乗せて自己紹介お願いしますとか言ってた。全然己のリズムで言っちゃった。ごめん前津さん。ラジオネームニコさんからいただきました。バージョンが2つあります、まずは僕バージョンから。お家が好き好きやっぱ好き、 Amazon と iPhone が心の友、元気なベースの僕はもう一人の僕、いやいやどちらも本物です。どうも渡辺フロアのムサでございます。ということでいいですね。ムサビババージョンもあります。神戸初だが北陸勢推し、北陸女子リスナーのお国言葉にときめきたい、あなたの DM 待ってます。渡辺フロアムサのムサビバ毎週月曜10時配信中ということで、注釈として、石川県ではお水がコップにいっぱいいっぱいに入っていることをツルツルいっぱいというそうです。かわいいかわいい。ツルツールいっぱい、ツルツールいっぱい、ツルツールいっぱい、ツルツール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 ツルツルナッパツルツルナッパツルツルナッパ、ふざけやがって。カーカカカカ難しい、合ってる。あ、奥さんこれはカカってこと、カーカカカカ
宇治山田博士とゴーグルパイプさんいらっしゃいませ。何言ってる、崖、崖はどこの方便、レッツ天無事前さん方便面白いね、方便面白いね、集落してマベマボさん、チャウ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 的な、チャウ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 的なねことです。アナベルガトショコさん、レレレレレのレレレレのレのレはレレレのおじさんのレ。 EMM さん、何言ってる、崖もう石川の方言、なげんてなげんてなげんて。集落してマベマボさんからいただきました。はい、今夜も早口饒舌オタトークでマイチさんのハートを確保しちゃいます。兵庫県から来ましたムサビバ不動産の、あ、不動産じゃない、ムサビバ不動のセンタームサです、よろムサーということで、ごめんなさい、ムサビバ不動産ってなんや全然間違った、しなくてマメマムさん、ごめんなさい。不動産はもうちょっと今日のギルティでしたね。ムサピバ不動産ないです、そんな不動産は。続きまして、ラジオネームニセマイト P さんからいただきましたちょっとラジオネーム進化してる。みんな大好きハゲ頭、勝負服は戦闘服、ツイッター界のナッパことムサニャンですと最後のニャンがもう着こなせてないからねこれみんな大好きハゲは頭とか言ってる人が最後のナッパことムサニャンですはもう着こなせてない。みんな大好きハゲ頭、勝負服は戦闘服っつってな、ツイッター界のナッパこそムサニャンですくんっていうことですよね。ニャンが着こなせてないのよね。もう一個来てます。愛愛愛愛愛愛がいっぱい愛してるみんなのアイドルムサでーすって笑っちゃった愛愛愛愛愛愛がいっぱい愛してるみんなのアイドルムサでーす飯島愛さんみたいですね。続きましてラジオネーム、惑星クレライのパパさんからいただきましたみんなラジオネームがちょっと変わってきてる。サイヤ人のアイドルのムッパです。ピーピーうるせえひよこたちへ挨拶してやろうとするかな。渡辺フラワーのベーシストしながらナッパになりきって優勝するのが仕事だわな。今日は何を栽培マンしてやろうか。何をするか決めてない栽培マンは必要ない。ベッバジータードーン、ね、ドーンの BG 用意するの忘れた途中そうか、いきなりやったな。ちょっとごめんね、もう一回やろう。これは読んどけよって話ですね。ドーン、ここが地球か。どうもサイヤ人のアイドルのムッパです。ピーピーうるせえひよこたちへ挨拶してやろうとするかなと。渡辺フラワーのベーシストしながらナッパになりきって優勝するのが仕事だわな今日は何を栽培マンしてやろうかって、何をするか決めてないサイヤ人は必要ない。ベッベジータードーン、よしできた、よしできた。これ YouTube 版ではできたことになりますから。北斗の拳に出てくるケンシロウの、名台詞、お前はもう死んでいるぽい、相手を倒す前に言うセリフをみんなに送ってきていただけたらと思います。以上、リスナーさん企画で遊び場のコーナーでした。渡辺フラワーの歌の遊び場 TTP のコーナー。こちらのコーナーでは皆様が大好きなラジオのコーナーを TTP 徹底定的にパクらせていただき、勝手に盛り上がっちゃおうというコーナーでございます。もちろん本家様には最大級の感謝の気持ちを忘れずに、皆様ぜひ本家の方も聞いていただきたいと思います。あー、めいちゃんさんからもお茶バッグ100いただきました、ありがとうございます。 TTP 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 TTP、 めいちゃんさんありがとうございます。本日 TTP させていただきます番組は、温泉で配信されているかかずゆみの超輝き大和魂の名物コーナー、ずかか魂を TTP からの TTP。 リスナーさんから送られてくるカタカナを前から、書かれてるやつは、後ろから、無理やり読んだり、後ろから書かれてるやつは逆にどういう文字なのか前から読んだりと、後ろから前から、とにかくコメントを呼びまくるというコーナーをやっていきたいと思います。マッハパンチパンチ、そのまま読んじゃった、スタート、トータスサーモンスライス、スライスモンスター、アルコバレーのノーレバレルクコ、オーソドックス、ルクスドソーゴ、モモタロス、スロタモモ、リノベーション、ウショーベノン、ポテロング、グロンポテ、ステカセキング、キングカセス、カセステ、マンション、ウショマ、サム、ムサ、コミュニケーション、ウショーケー、コミュニケー、テーペロ、ロペッペー、サイバーマン、ウバイマさん、あえばおうえ、えいえばおうあー、フロンティア、アティングフロ、イエスハッピー、ピッハーエエス、ソーシャルディスタンス、スタンスディーショーシャー、クアトロバディーナ、ナーバジクアトロー、キャー、あー、ガチョーパンツ、ツンパンチョンガー、パパ、パパ、サーカスフォーカス、スカーフォスカーサー、タイガース、スーガイター、ファンタスティック、クッティ、クッティス、クッティスタンファ、クッティスタンファ、ママ、ボ
マベママベマボバッ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 バン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 アヒージョ上皮ディズニーリゾート東リゾートディズニーラモスルイイスルロマおしゃべりクソメガネメガネクションシュワ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 ってなりました。ジャメナダジャメナ扇風時マイト扇風時マイトレーツ扇風時マイトゲッツツッケツッケユニバーサルスタジオジャパンジャンプスタジオユニバーサルサルーナオトインティライビミイラティンオオートお化けの Q 太郎太郎 Q のお化けいちごショートケーキキーケートーショーいちごカーボーイビバップビップバーカーボーイベーシストトスベーシタリーズコーヒーヒーコーダーリースターニココニホッチキスシッキソそうってないやそうなんてないやホッチキススキッチソスキッチソってないやホッチキスあ違うホッチキス言ったセブンイレブンベンベンエセブンラッツ&スタータースツラーナオトインテラビミーラティオントイロ変わってるやんさっき呼吸これ全呼吸できてるんかな全集中ナッパの呼吸組んだわなサイバイマンバイサイバイマンガンクンレッドマンマッドンうまっとんアパホテルルテホルパーあー言えたんちゃう ルテホルパーホルパールテホルパーあープロゴルファーサルぐらいハリーポッタータッポーリハメガメガグミグミやーつー以上 TTP のコーナーでした終わりですリボン死にたいんじゃなくて生まれ変わりたいな はい、そんなわけでエンディングでございます。皆さん今日も最後まで遊んでいただいてありがとうございました。マッツンさんからお茶バッグ100いただきました。まだまだ楽しみが広がりますね。いや、コメントでやっぱこうやってみんなで遊べるっていうのはツイキャスっぽくてよかったですね。ありがとうございます。あれっつ扇風時マイツさんからもお茶バッグ100いただきました。ありがとうございます。いやー、汗かきましたね今日の放送は。あ、サザンナイツカタバカン君さん、ありがとうございます。最後までいていただいて。自分の誕生日は6月の27日で、南かおりさんの誕生日が6月の25日の2日後に、あら、じゃあ6月の26日は真ん中バースデーですね。サザンナイツさんと南かおりさんのお祝いしなきゃだね。あー、お茶バッグ100、親チャットマーク頑張らないさん、ありがとうございます。夢が広がるうさびは、夢が広がったかどうかですけどね、次回はどうするのかな。面白かったですね。もう一回ぐらい遊べそうですかね。ちょっともう一回ぐらい来週も遊んでみますか。なんかこの TTP のコーナーはというか、なんか後半はやっぱね、コメントで遊んで、前半はみんなのメールを紹介するみたいなのもいい流れだったかなと思いますので。自分は松潤と一緒です。コンフェッティ、松潤さん、松潤と一緒。素晴らしい。誕生日素晴らしすぎるのでは、松潤さんにじゃあ1枚ステッカー差し上げたいと思います。誕生日が素晴らしいという理由で、松潤さんに1枚。いや、好きなのよ、松潤ね、私。そう、僕はペットから、花、ダンも好きだった。もう一回やりましょうということで、来週もまたやれば、来週ももう一回ねやりますんで、皆さんカタカナいっぱい考えておいてください。あとはとりあえずカタカナでいじられまくってたマイトさんにもいじられ大としてステッカー一個差し上げます。面白かったです。はい、面白かったな。ママとパパとか面白かったですね。たまに読めるのも面白かったし、ナオトインティライミがずっと面白かったですね。ナオトインティライミ、あんなにナオトインティライミさん言うのに困ることはないですね。いじられ大、いじられ大でしたね。ありがとうございます。元 AKB の大島優子さんと誕生日が一緒とした時は笑った。あ、福ちゃんさんいいじゃない。福ちゃんさんのその誕生日も大島優子さん好きですよ私。うん、パルールが一番好きでしたけどね。はい、銀油伝見ながらだと銀油伝ガラビの言葉を投入して、銀油伝はやっぱカタカナ多いですからね。ただ銀油伝はちょっと難しいね、カタカナが。というわけで、来週もまた皆さんね、いっぱい遊んでいただけたらと思います。お茶箱拾えなかったのもいると思うんですけど、ちょっとごめんなさいね。私、お茶箱投げたのに言われてないぞっていう人いたら、今アピールしてね。あ、ミリオンゴッツさんもお茶箱100ありがとうございます。ありがとうございます。ステッカー2枚送りますね。さっきも50、50投げていただいてね。あ、ゴリラアットマークスナフキン、AKN スナフキンさん投げてくれた。ありがとうございます。ありがとうございます。スナフキンさんありがとう。ありがとうね。いいよ。アイコンかわいいよ。
おめでとう。小日向さん誕生日おめでとう。ありがとうございます。ステッカー差し上げますので、もうちょっとお待ちください。今日ね、ゆかさんとか佐藤さんとかも、久々に来てくれた皆様ありがとうございます。まあ、スナッキンさんはね、大丈夫です。ほっといてもね、自身で盛り上がっていけるタイプの人なんで大丈夫です。ということで、そんなわけで、また皆さん、遊んでいただけたらと思います。また来週もお会いしましょう。ここまでのお相手は、渡辺フラワーのベース、ムサでした。ほっといても大丈夫でしょ、これよ、スナッキンさんは。たくましくあるよ。ということで、でも来てね、ということで、また来週もお会いしましょう。さよなら、バイバイ。